次は、ピットリング街道フラワークレインにご乗車いただき、誠にありがとうございます。この列車は、園内の各花壇を周遊し、約20分で出発地に戻ってまいります。運行中は、小さなお子様のお連れのお客様は、特にご注意くださいませ。途中、急停止する場合がありますので、お立ちにならないよう、そして車両の外に顔や手をお出しにならないようご注意くださいませ。車内でのご飲食、喫煙及び途中下車はご遠慮していただきますようお願いいたします。それではこれから園内についてご案内いたします。Thank you.
当たって右側には鳥取県を代表する山、中峰本山が間近にそびえています。標高1709メートル、中国地方の最高峰を誇る大山は、古来から本の住む山として崇められ、山岳仏教の修験場として栄えました。大神山神社や大仙寺など平安末期から室町時代には多くの寺社が立ち並び、大仙僧兵3000人といわれるほど勢力を誇っていました。また高山植物と野鳥の宝庫であり、春は新緑や山菜採り、夏は登山、秋の紅葉、冬はスキーなど四季折々に様々な魅力で訪れる人々を迎えています。進行方向に向かって左側に見えますのは花の丘でございます。ただいま通過しております花の丘は約1ヘクタールのなだらかな丘に季節に合わせた花を一面に咲かせています。鳥取島街道は森の中のお花畑として、とっておきの空気の香りや鳥取にあります映像シアターでは大山の四季の手を繰り返し上映しております。では春は5月下旬頃から様々な美しいバラの花をお楽しみいただけます。バラ園では香り高い珍しい釣り花をご覧いただけます。左側に見えますのはヨーロッパの庭園をモデルに作った洋楽園ガーデンでございます。低木の刈り込みで左右対称の光と模様を作り、季節の花々を配置しています。中央にあります噴水は東洋のメインフラワーの入りをモチーフにしております。フラワーガーデン最後に作っております展望ポイントから眺めていただくことによって、お時間を許す限りごゆっくり園内をお楽しみくださいませ。また西館エントランス横にはレストラン花街道、園芸ショップ、お土産ショップがございますほか、出口ゲートを出られて左側には地元宇都宮の特産物などを販売する特産センター宇都宮がございます。どうぞご利用くださいませ。ゴールの際は進行方向に向かって左側のドアよりお降りください。ドアの開閉は係員にお任せくださいますようお願いいたします。なお小さいお子様をお連れのお客様は停車時やドアの開閉時など十分お気をつけくださいませ。本日のご乗車誠にありがとうございました。